皆さんこんばんは。6月9日、ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、倒れにくいそば品種、主力の夏巻きより収量2割増、長野県が育成。長野県はそばの新品種桔梗13号を育成しました。従来品種に比べて倒れにくく、県内の夏巻きそばの主力品種信濃1号に比べて収量が2割ほど多い。春巻きと夏巻きの二期作化が可能とのことです。続きまして、真ん中ですね、21年度食ロス6年ぶり増。農水省、環境省、消費者庁は9日2021年度の食品ロス発生量の推計値を発表しました。16年度から減少傾向が続いていましたが、前年度比 0.2% 増の523万トンと6年ぶりに増加に転じたとのことです。それでは最後、下ですね、山形、つや姫なぜ西に、高温耐性が決めて知名度高さも魅力。山形県によりますと、2022年の県内のつや姫の作付け面積は9944ヘクタール。県外では9県で生産され、宮城は5000ヘクタールで最も多いんですが、6県は、近畿以西だそうです。島根が1400ヘクタール、大分が700ヘクタールと続きます。コシヒカリより高温耐性があり、草丈が短くて倒伏しにくいのが決め手ですとのこと。山間部の多い道県ではもともと耐冷性のあるコシヒカリが作付け面積の7割を占めていました。ですが15年ほど前から温暖化による高温障害が見られ、台風による倒伏被害も恒常化。別の品種として県や JA が選んだのがつや姫だったそうです。山形県産つや�姫の市場デビューは10年、島根県は同年に試験栽培を始め、12年に奨励品種に採用しました。山形県では晩生ですが、島根では早生だそうです。22年産では県内作付け面積の約1割に当たります。山形県にも西日本で栽培し、品種が認知されれば山形県産のブランド力が高まるとの狙いがあったそうです。県内限定生産とした主力品種生え抜きの教訓を踏まえ、デビュー前に県外にも周知し、約30件が試験栽培をすると結果が良好だった西日本を中心に広まったそうです。県内と同時に特別栽培、有機栽培に限ることを条件としており、品種も確保しています。戦略は走行、米卸大手の既得診療は知名度が上がり、小売店からは本家の山形県産への要望が強いと話しています。同県産つや姫は農水省公表の相対取引価格で60キロ1万8000円を超え、他県産を3割ほど上回っています。山形県は今後も他県での生産量を増やしてもらいたいと言います。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。
他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等はこちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。